今週西部進さんが亡くなったというニュースを聞いて僕はちょっと驚いたんですね。その自殺で亡くなったと。で、僕半年ぐらい前に朝まで生テレビの30周年パーティーでお会いした時は元気でね、ちょっとね、足腰が不自由な感じではあったんだけど、そんな自殺するような感じじゃなかったんだけど、遺書も残されていてですね、ご本人のその本人も最後の本人もですね、そういうふうに書かれていて、これはある意味で覚悟の自殺だったんだなと思いましたけど、僕ね、西部さんが東大に赴任した時の最初の学生だったんですね。その頃から20年ぐらいお付き合いがあって、同じ飲み屋でほとんど毎週のようにお話をして、割と仲良かったんですね。で、最初は彼が大学にいる頃は割と仲良かったんだけど、だんだんそのうちちょっと違うなっていう感じになってきて、で、その一つのきっかけは朝まで生テレビなんですね。あそこで当時の左翼の人たちが圧倒的多数で、で、西部さんは少数派ですよね。で、当時としては自分からそういう保守的なスタンスを取るっていう人は非常に少なくて、で、最初はもう全く多勢に無勢だったんだけど、そのうちだんだんね、社会主義が崩壊するし、いろんなことを、つまりこっち側の左の人たちは美しい建前論を言うんだけど、西部さんはそれ本当かねと、ね、軍隊なしで国は守れるのかねというふうに言うと、福島みずほの詰まるわけね。そういうふうにやってると、だんだん西部さんの方が優勢になってくるわけで、こっち側に舛添さんとかね、そういうのが加わってきて、そっち側の人の方が理屈はしっかりしてるわけ。こっち側の福島とか辻元とかね、そういう人たちは建前論は言うけど、突っ込まれると答えられないという展開になってきたんですね。それで朝まで生テレビの形勢が逆転したと。これはこの間のそのパーティーでも田原さん言ってました。朝まで生テレビの歴史の中で一番大きな役割を果たしたのは西部さんだと。これは僕もその通りだと思うんですね。その辺までは良かったんですよ。90年代前半、社会主義が崩壊した頃はもう逆に西部さんたちの言うことの方が正しかったんだなという感じだったんだけど、その辺からね、もっともっと右に切れるようになったわけで、野村修介ってね、朝日新聞で自殺した右翼と一緒に飲んで、僕もね、これちょっと大丈夫なのかなと こんなのと付き合って大丈夫なのかなっていう、そういう類の人たちと付き合うようになったわけで、あの辺からね、ちょっとおかしくなったかなと。で、自分から保守と名乗るっていうのも珍しくてね、当時は保守なんていうのははっきり言ってネガティブなイメージで、自分から私は保守ですなんていう人は当時はいなかったわけで、それをね、自分で私は保守だというふうに名乗ったのもある種のイノベーションだったと思うんですけど、自分で自分に保守っていうブランドをつけちゃったね。そうするとね、要するにそういうね、正論とか、当時は諸君っていうのがあったので、そういうとことかから帯が毎月毎月かかってね、原稿料稼いで、で、地方の JC に講演に行ったりすると、そういう、要するに保守って人数少ないから、マーケットも小さいんだけど、結構一人当たりにすると食えちゃうわけ。というマーケットにどうもね、傾斜したような感じが僕はしますね。もちろんご本人のね、話はそれなりに筋は通ってたと思うんだけど、それからもう一つの大きな区切りは、歴史教科書ね、いわゆる作る会のグループに入ってって、その辺からもうますます右に切れてって、いわゆる反米保守っていう話になって、これなんかね、大学時代は全然なかった話ね。反米がブランドになったわけで、小林よしのりとかさ、とも一緒くたになってきて、どんどんその変な方に行ったわけね。で、その反米っていうのはね、ある意味で分かりやすいよね。日本が戦後ね、対米従属でアメリカの言いなりにね、安保条約とかそういうね、いろんな外交にしたって、戦争にしたってアメリカに言う通りやってると、それはけしからんことだっていうのは、みんな、なんかそうだなって思うわけよ。だから反米でやって、今度はだから反米の後はいわゆる新自由主義批判になってきて、で、小沢一郎とかね、あるいは小泉さんの竹中平蔵とかね、
ああ、要するにアメリカかぶれのやつはもう全部ね、こう叩き切るみたいな、そういうスタンスになってたわけ。もうその辺からね、だんだん僕はね、ちょっとその辺もうすでにお付き合いできなくなってたんだけど、やっぱりね、反米っていうのはある意味でこう面白いあのマーケットなんね。そのアメリ日本が戦後ずっと対米従属だったっていうのはね、言われてみるとその通りなんですよ。じゃあね、じゃあ反米で対米従属けしからんっていうなら、じゃあ西部さんどうするんですかという話になると、なんか彼はね、核武装をするとかね、こう自主防衛するとかと、まあ、もっと空想的な話になっていくわけ。いや、反米あの対米従属っていうのはよろしくないかもしれないけど、じゃあその代わりに日本がね、あの日米同盟破棄して、その核拡散防止条約も抜けてね、で核武装しましょうっていうね、そういうこと言い始めたわけ。いや、それはもうね、はっきり言ってほとんどその社会党と同じような万年野党ですよ。できもしないことを反米っていうだけでね、こう感情を煽ると。でそれはね、結構今その西部さんの弟子の佐伯さんとかね、彼らも同じようなこと言ってて、要するに反米に対するルサンチマンっていうものをこう飯の種にするというのはね、こうずっと続いちゃってるんですね。最近は佐伯の人もそういうこと言い始めて、それはね、ある意味でこう簡単ですよね。日本は戦後ずっとアメリカにやられっぱなしだと。でそれはいいけど、じゃあ今こう日米同盟破棄して日本がさ、核武装するってことできるんですかと。それができないで感情だけ煽ってる人々っていうのは、それはね、昔の社会と同じになるんじゃないかと思いました。